ない。これをね、先週私県庁に1号車が投入をいただきましたので、県庁の敷地内を運転をいたしましたが、大変加速の素晴らしい車でございます。そしてさらにね、車と人の未来を作るだけではなくて、その燃料電池、水素電池はですね、地域と家庭のエネルギーにも使うことができます。まさにですね、石油に頼らない新しい環境に優しい究極のエネルギー、まさにエネルギー革命だと言っていいと思います。この水素自動車の FCV 未来は、こうした世界のエネルギーにも貢献をするプロジェクトであります。これを愛知からね、愛知で水素ステーションをいっぱい作って、そして大いにね、この愛知で水素自動車、水素ステーション、水素の社会をしっかり作って、世界のモデルを作っていきたいと思います。そして、世界中にね、この水素社会、水素自動車のモデルを売り込んで、ね、人類、世界に貢献をしていきたいと思います。それができるのは、この愛知の産業力、経済力をもっと強くして、そして雇用を作る、働く場を作る、そのことが全てをスタートいたします。働くことを軸とする安心社会、雇用を軸として子ども子育て支援、そして子どもたちの教育、そして医療福祉で健康長寿、健康で長生き日本一、そして障害者福祉のノーマライゼーション、全ての人が活躍し、人が輝く愛知を作ります。その全てのスタートは雇用、働くことを軸とする安心社会、安定した雇用を作って、そして全ての子ども子育て支援から教育、医療、福祉、障害者福祉、人が輝く福祉、人が輝く愛知を作っていきたいと思います。働くことを軸とする安心社会、大村秀明、愛知県には、2期目挑戦をいたします。大村秀明、頑張ります。今日はこの豊田市内をね、大統領選で回っております。ありがとうございます。大村秀明です。日本一元気な愛知を作ります。大村秀明、頑張ります。そして、今日は豊田市内の CCTV をね、この後回ってまいりますが、元気な愛知を作ります。そして人が輝く愛知を作ります。子ども子育て支援、はい、ありがとうございます。子どもたちの教育、医療、福祉、障害者のね、福祉、しっかりやってまいります。医療福祉の充実、健康で長い健康長寿日本一の、愛知を作ります。大村秀明です。はい、今日はですね、この豊田市内、今は小坂町10丁目、大変なね、この幹線道路でありますけれども、こちらで、今外